インターネットテレビウィル増刊号の山根です本日はジャーナリストの山口紀之さんをお招きしておりますよろしくお願いしますお願いします、えー。ただいま公表発売中の月刊ウィル5月号では、えー、侵略のプーチンその末路失脚か粛清かという特集を組んでいるんですねでその中で山口さんにも寄稿をいただいて、はい、それをまあ表面的に見ると、うん、プーチン対ゼレンスキーロシア対ウクライナという戦いなんだけれども、うんうん その裏でこの米国アメリカというのがどういう役割を果たしているのかという一歩踏み込んだ内容になっていて非常に興味深いのをぜひ読んでいただきたいんですがこの「プーチンその末路」ということでこのウクライナ侵攻が六6週間経ちましたがこの戦争の行く末がどうなっていくのかっていうのは非常に気になるんですよ。そこでまあキーとなるのがまあバイデン政権アメリカの存在かなと思うんですがそのあたりから山口さんにお聞きできればと思うんですがね。 うん最近いろんな、ね、ところでウクライナ戦争の話を聞かれて、うん、え私は、まあまあ、ロシアも、ね、ウクライナも、まあ、アメリカもイギリスも住んだり行ったりしてたのでロシアプーチンのロシアがどうなるかっていうコンテクストの話は随分出てるので、えーえー、今回のお月刊をルるさんでも、えー、止める気があれば止められたのに止めなかったアメリカ、うん、これはもう間違いないですよね。えー、止めなかかったアメリカががどう動くかが この戦争の行く末にまあ大きく関係があるんでしょうねというのはあんまりいろんなある方はいないんだと思うんですね。えー、で、えー、それとはまずは別個でロシアはいつまで持つかという議論、うんえー、でこれ僕多分混ぜない方がいいんだと思うんですよね。うん、ロシアは、ね、実は簡単には倒れませんから。えーうん、で、えー、おそらくプーチンは2014年から戦争準備してますよね。はい えーまあ、8年越しのものが例えばあーキーウの攻略に時間がかかったからもう国家が解体しますというような愚かな人ではないんだろうなと、うん、そうするとおロシアが破綻して終わるという選択肢が一応排除できますよね。えー、そうすると私は、えー プーーチンンとゼレンスキーロシアとウクライナは定戦に向かおううととすするんだと思うんだ思です、はい、終戦か停戦かね、えー、でそれを妨害しようとしているのがアメリカなんだろうとそういうふうに見るとお結局終わらせ方、はい、あるいは続けさせ方のせめぎ合いが今起きていると思うと意外とすっきり予想が当たるというよりはねそういう見方をするといろんな情報が咀嚼しやすいんじゃないのかなと。 ええ、そんなふうに思ってますよねこれはあのウィルの記事の内容にも関わるところなんですけど、はい、そもそもその停戦休戦終戦っていうのを妨げようとするアメリカの意図としてはどういうところにあるんでしょうかね。そもそもウクライナ、うん、あを融合化する、うん、旧融合すスレビア連邦共和国メロシェビッチ、はい、いましたね。えーえー、あのの時ににバイデン政権の中枢にいた人があ クリントント政権の中枢にいた人が今そのまんま、うん、そうするとアメリカの頭の使い方アメリカの目的意識というのはおそらく紛争の長期化、うん、あるいはウクライナという国あるいはあの地域の分断と解体、えー、これがその中長期的な目的意識なんだろうなと。うん、でロシアも含めて弱体化でロシアはロシア連邦で。 強弱国の集まりですから、はいえ、そこまで視野に入ってるんじゃないのかなと。うん、だからこそポーランドに行った時にバイデンが、うん、えプーチンはその権力の座にいるべきではないとつい本音を言っちゃった。はいうん、そうするとプーチン引きずり下ろすにはこれ戦争を長期化させざるを得ない。うんうん、それで見ていくと、えー、そういう立ち位置なんじゃないのかなと。えー、私は予想類推しているところなんですけどね。だからそのバイデン 大統領バイデン大統領の,その政権転覆というかね、うん、まあそれをほのめかすような発言は、まあ、失言とされて火消、まあ、しに周りを追われてましたけどあれや本音と考えたほうがいいんですかねあれすごく重要なのは、えー、ポーランドの応急でので発言だということなんですの「月刊ウィル」にも書きましたけどポーランドの王宮っていうのはアメリカの,そのここ40年の対ロシア外交を牛耳ってきた。えー ブレジンスキー、うん、ブレジンスキーという人の祖国なんですね。えー、しかもブレジンスキーという人はポーランドのいわゆる貴族、えーで。貴族というのは王様を選ぶ投票権を持っている人、うん、シュラフタという。で今バイデンは去年の8月にブレジンスキーの息子をポーランド大使に指名してますね。 ポーランド入りして演説したのは26日だったから要するに一泊してるところでブリンケンとブレジンスキー息子とバイデンがこの戦争の行く末を絶対話し合ってるはずですよね、えー、戦略会議を。えーはい、それはブ,リンあのブレジンスキーは何て言ったかっていうと NATO を東方に拡大すればロシアは暴発する。 で暴発するからやめた方がいいっていう意見もあったけどブレジンスキーは暴発させるべきだ暴発させて西洋化して無害化すべきだこれ1999年にそういう論文を書いてるんですねその時のチームがあの時もクリントン政権だったからまんま今のバイデン政権にいるブリンケンはクリントンの大統領のスピーチライターそれから えー、当時、えー、まあその遊具をひっかき回してミロシェビッチを戦争犯罪人に仕立て上げたのがビクトリア・ヌーランド今国務省の国務次官やってますね、えー、それが外交の、まあ、トップ1とトップ3にいるんだったら同じ頭の使い方をするはずでしょ、えー、ということになるとあやっぱりプーチンを弱体化できればその権力の座から引きずり下ろそうというのがアメリカの立ち位置なんだと。 出現というよりは本音、うんうん、そう見るとねあの去年からのバイデン政権の発言が全部すっきり見えてきちゃうんですよね。でもためあれですよね、あのー、先日、はい、ちょうどこれ発売日の2日前に亡くなったオルブライト、はい、元国務長官も、はい、その遊具といえば相当な書、はいまあ、き回した役割を、はい、その後継者がそのビクトリア・ヌーランド。 どういうようういよなな構図なんでしょうかねううオルブライトはまあ何をしたかっていうと、はい、あの人も国務長官としてはまあユーゴ以外ほとんど何も世界のなかった人で、うん、ところユーゴではクリントン政権の2期目の国務長官だったから4年で辞めたんだけど、うん、その後を引き継いだのがビクトリア・ヌーランドで、うん、何を引き継いだかっていうとミロシェヴィッチを戦争犯罪人にして、うん、ハーグに送るという引き継ぎを その忠実に実現したのがヌーランドですから<ー>そうすると、えー、ミノェビッチを戦争犯罪にします<ー>この間ブチャの民間人の虐殺<ー>誰が犯人かは別にしてプーチンは戦争犯罪人だって言ったのがブリンケンでしたね。<ー>ミノェビッチと全く同じ道行きを歩んでいるそうするとあれだけ民間人を殺したプーチンは戦争犯罪人なんだ。 これは極東東京裁判の次のユーゴのユーゴ先般法廷の次がロシア先般法廷をやる気なんだと思うんです僕は<ー>だから、えー、そういうふうに人事を見てクリントン政権を見てオバマ政権を見てバイデン政権を見ればそれ以外の結論はおそらくないだろうなと、うん、でここでこの気になるのが、まあ、ゼレンスキー大統領の存在というかどういう、うんうん こうムーブをするのかなっていうところで、その。まあ、休戦、停戦っていうのをアメリカが阻止したいのであれば、はい、それは、えー。ゼレンスキー大統領、ウクライナにとっても、それは何をしてんだ、うん、アメリカっていう話になるわけじゃない。ですかなるでしょう、ね、そもそも、今、その停戦協定ってベラルーシと取ることやってますよね。ええ、なんでアメリカやらないんですか。うん、か例えば、ええ、ボスニア・ヘルツェゴビナは。アメリカが仲介の、まあ、主役となって。 オハイオ州のデイトンというところでデイトン合意っていうのでボスニア紛争は終わったんです。うん、とはこの時はねウォール・クリストファーっていう人が国務長官だったんですよ。うん、これいわゆる融和派って言わない、ね、交渉派、うん、それがオルブライトに代わって、うん、超強硬路線に変わってコソボを空爆してミノシュビッチを戦争安全にした。うん、今回は、えー バイデン政権は戦争を止めようと思えばできた手は全然打たなかったという意味で消極的、えー、戦争誘発者だったとっいうのは私の見方だとするとその先はもう全くユーゴと同じ、えー、流れをまあ思考していると思うんですね。うん、そうすると何ていうか意外とすっきり疑問があまりないっていうかねアメリカの出方今までその通り動いてるから。うん でもう一つ気になるのがアメリカがまあそういう意図がありますと、はい、バイデン政権が、はい、ってなると例えばまあ NATO の他の国々、はい、例えばまあイギリスフランスドイツ等々はどういう思惑なんでしょうかねこれ必ずしもアメリカと一枚岩ってわけではないですよね多分ね英米はほとんど一緒？ええ。アングロサクソンはアングロサクソンは一枚岩だと。<緒>はい、それでフランスドイツはナショ何が近くかって地質きなんですよね。うん、ウクライナの。ええ 近いんですよ、はい、ドイツなんか特に、はい、だからトルコは今一生懸命その戦争を終わらせる方向で動いてる彼らももうこう続きだし、はい、そのクリミア半島ってもともとオスモントルコですからね。はい、という意味では、えー、まずはその自国のために紛争地が近くに発生してほしくないという意味では、はい、英米と独仏は相当立ち位置が違うんだと思うんですよね。 独仏が主導してアメリカ出てこなかったじゃないですか、はい、でこれを破壊させる形で戦争始まってますよね、うん、だから独仏はできるだけ早くこれをやめたいという方向で動くでしょう。うん、ただ英米はこれをできるだけ長引かせるという方向で攻め合っているというのが私の見方なんですよねかなり対立の構図になってると思う、うん、独仏と英米はね、はい、それは 2012年ちょっと待っ2008年でしたっけ。その NATO にウクライナがそう加入というのがまあ議論されて、はいはい、その時に止めたのが、えー、メルケルとメルケルドイツとあとフランスでした、ね。はい、そこもまた英米とその独仏っていうのはおまか違うというのはあるんですかね。当時とその思惑が変わってないんですよ。はいはい、14年前と2022年が同じできるだけその戦争をやめたいあれ始まっちゃったものは早く 治めたい、うん、で NATO にウクライナが NATO 要するに NATO が東方に拡大したらロシアは暴発するってみんな知ってるんですよ。うん、これはもう1970年代からもうそういう論文がいっぱい出てますからね、えー、だからやめさせたのがメルケル、うん、これ戦争したくないからやめさせたんですよ。うん、裏を返すとアメリカは戦争したいから NATO を東方拡大させ続けてきたじゃないですか。えーうん、そうすると もうそのぐらい逆にシンプルに考えちゃうと、うん、英米の戦争長期化紛争地化泥沼化に「うん、それちょっと勘弁してくださいようちの庭先だから」うん、という独物が2008年からずっとせめぎ合ってる、はいうん、それはクリミア併合の時もそうだったし、はいうん、だからあ意外と何て言うかなあのチェスで言えばシンプル。うんうん、立ち位置は やめたい続けたいい続けだからあのマクロンは悩んでるんででるすねだって直前にプーチンにひどい目にあったのに <laughs> 会いに行ったじゃないですか長いところで座ってね聞こえないだろうっていうぐらい遠いところで首脳会談 <laughs> もうそれぐらいやめたい <laughs> あるいは止めたいと思ってなきゃいかないですよね。<laughs> でアメリカはじゃあデイトンボイがであの ボニアヘルツガム屋でできたことを今なんで仲介のローを取らないんですか、うん、引きずり込んだ戦争を長引かせたいからだと思うとすっきりわかるさらにそもそもでなぜこのアメリカが、まあ、ロシアとウクライナ共倒れみたいになったら、うん、いいなとそれを望んでいるかというと、まあ、前回の,あの動画でもね1か月前の動画でも、えー、お話しいただきましたがそこでもこのビルにね <laughs> 詳しくはかなり詳しく書いてあります,りますねこれなかなか YouTube ではね言えないまあその背景がいろいろなんでねその登場人物がいろいろなん、えー、ただ、はい、発見してるのはあの登場人物のうちの多くがユーゴ紛争の時と同じだということは、うん、ユーゴと始まった戦争の終わり方がかなり似てくるでしょうねというのはかなり合意いただけるんだろうと思うんですね、うん、ユーゴは一個の国だったのが今七つにバラバラになっちゃいましたからいま、えー、だに紛争して まだにセルビア人は拉致さされれ虐殺されているんですよ、うん、残念だけどウクライナっていう国も一個の国の塊で残そうと思ってなかったからこそ、うん、戦争始まってすぐ英米がゼレンスキーを国外に連れ出すという作戦計画が去年の秋からあったという報道があったじゃないですか。うん、ゼレンスキーがもしウクライナを離れてたらウクライナっていう国はパカッて2つに割れてたはずですね。うん 国民統合のシンボルがなくなくっちゃうから、うん、そもそもロシア語圏とウクライナ語圏がこういうふうに斜めででミシン目が入ってるわけですからね、うん、そうすると英米はもうあんた殺されちゃうよとキエに攻めてくんだから逃げなさいと言ってもともと支持率が3割ぐらいだったゼレンスキーを外に連れ出すおそらくポーランドに連れ出すことによって、えー、ウクライナという国家の国民統合、うん 国民国家としてのウクライナはそれで解体できると思ったんですそれで英米の誤算はゼレンスキーが意外と頑張っちゃった居座った変な言い方すればねキエフを守ると言っちゃったから今まあどういう世論調査か別にしてゼレンスキー大統領は支持率がまあかなり高いと言われてますよね。そうするとロロシシアア語話者ロシア系住民も ウクライナの系住民もウクライナに愛着を持っている国民はゼレンスキーのもとでまとまりを持つ、うん、これが英米の最大の誤算なんじゃないのかなと、えー、要するにユーゴにとってのミルシェビッチ、はい、あれはセルビア人だけど全部をまとめていたもともと地党という人がいて、うん、ミルシェビッチはセルビア人第一主義だったけどそれでも全体をまとめようとしてたんですよね、うん、そこに、えー、そのブレジンスキーが始めた東欧革命の流れが同時に来ちゃったから スロベニアが抜けてクロアチアが抜けて最終的にバラバラになっちゃった、うん、そう同じことをアメリカは気としている、うんうん、だからこそゼレンスキーを連いやもうまさに山口さんのこの、ね、話術も相まって非常に聞き入っちゃいましたけど。うーんと <laughs> いうか、うん、みんなそう思ってるのにあんまり言わないっていうね。ね <laughs> あでも意外にそこまでどうですかね気づいて。 ている方はどうなんですかそこまで目を向けてる方って意外にいらっしゃらないような気もしますけどえっとね僕みたいにアメリカに住んだりねアメリカ政治を見てる人は少なくともある程度のボリュームの人がね、うんえー、東革命、うん、それから融合紛争、うん、それからそのグルジア今のジョージアああいう一連の動きを見ていればそれ以外の読み筋っていうのは実はアメリカについてはあんまりない。うん、うん でそれでまあヌーランドがいてブリンケンがいてねブレジンスキーの息子がポーランドにいる、はい、もうなんか答えは出てるっていう気がするんですけどね、はい、あんまりそういうこと言う人いないのか逆に僕は不思議だなと思ってるんですけどねあんまりそんな難しいこと言ってないから僕、はい、実際こう山上さんワシントン支局にいられましたけどね TBS のワシントン支局にいらっしゃいましたけど実際そう現地でずっとまあ取材されてる方っていうの自体がまあ日本っていうのは少ないっていうのもありますし。 プラスそれを、まあ、そういう知識があっても、まあ、なかなか言えないっていう言える媒体がないというのもありますして、ねうん、両方なんでしょうね<え>あそうじゃないかなと思っても<え>言っても大手メディアでは全然扱ってくれないとかね、えー、それからウクライナっていうのはちょっとね変な言い方すると沼みたいな国で、うん、つかみどころがないんですよ、うん、ウクライナ人がいてロシア系住民がいてあとはユダヤ人もいっぱいいる、うん、それでロシア語話者だからといってロシア系住民とは限らない。うん かなりこミシン目が複雑に入り組んでるんですね、ええ、ただ僕ね一時期ウクライナ系フランス人と付き合ってたことあるんですよえ衝撃の事実がこれ初めて言いました、はいはい、だからウクライナっていう国がすごく面白いと思って20年ぐらい見てたんですよ、ええええ、だから僕マリウポリも行ったしキエフも行ったしリビューも行ったしブレジンスキーのふるさとであるね街、えええー ブレジンスキーの街という都市があるんですよ。うんえー、そこも行ったしね。だから私なりのウクライナに対する思い出と情報がある分、はい、あ、アメリカはこうに決まってるよって意外と見切ってる部分もあるんですよね。それどれぐらいお付き合いされたんですか。これね、ロンドン支局の子で詰めますね。<laughs> え、でも結構ちゃんと一年半ぐらいかな。あのロンドンに住んでいるウクライナ系フランス人なんです。で。<laughs> だからまままあ、まああウクライナという国家の複雑さみたいのは、うんええ、がわからないと、ええ、アメリカがどこにミシン目を入れて例えばコソボというのはセルビア政教の大事な修道院があって、うん、アルバニア系住民がいっぱい住んでるという一番危ない地域を狙ったわけですね、うんええ、じゃあウクライナどこ危ないんですかって言ったらそれはマリウポリとかオデッサになっていくんですよ。うん、だそうやってでも 地名言われても分かんねえよってなっちゃうところ、はい、僕はちょっと待てよと、うん、ちょっとこれ地の利があるっていうのはあるかもしれないね。うんうん、なるほどということで、まあ、山口さんの,この情報は非常に貴重なので、はい、4月下旬発売の6月号でも引き続き<や>このウクライナのことに関しては、はいはい、これは YouTube でも、ね、言えないそして誰も言っていないだろうことをビルで聞こう, <laughs> 聞こうしていただく予定なのでぜひ。 ここでオファーしちゃいました。はい。ということでぜひあの4月下旬発売の6月号も楽しみにお楽しみにお待ちください。それではありがとうございます。ありがとうございます。